回第14回ショータイムカップ、はい。今回のスポンサーはモリピーを、モリピーパチスロ、ね、情報サイトモリピーを運営しているカルテ株式会社さんから、はい、賞金を20万円ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。こんにちは。毎度毎度シノです。まあなんか名古屋でねパチスロ勝ちたい人は、うん、モリピーをね見てください。勝ちたい、勝ちたくてしょうがない。概要欄に貼ってあります。これ見ればもう勝てるかもな。ちょっと今度見るわ。ああモリピー見るわ。じゃあお願いします。はい、ハイボーバーセブンボーバーエイトオーバーパート6完結編。V1 最後の命綱。うまい、来た。うーわ、おっしゃ。マジ？だいぶ上げてる。上げてるね。雨嫌だなと思ったけど、もうちょっときついわ。雨の方が楽だわ。俺今まで冬の撮影嫌だなと思ってたから、夏の撮影もまあまあ暑いわ。衣類でカバーできる。そう、カラーちょっとグリーンまで落としたい、行きたい、キャリーで。お、あ、惜しい。ちょいよ、ボール大丈夫ですか？巻くした方がいい。大丈夫大丈夫。止まれ。来て。ナイス。ナイスです。何下り。ナイス。耐えた。ナイス。ナイスパーパーパット。ナイスパー。よし、あと2ホール。2ホール5?5 だなきゃ。5、7、9、8だ。まだ全然わかんない。全然わかんない。最終ホールあるから。あの、マンゼマの最終ホールの前にこの次が決まんだよ。ああ次やばいっすか。はい、435ヤードパー4。スレスレぐらいじゃないと無理。あの、鉄塔方向だよね狙いは。狙い、あの右が池で左が OB だ。うわぁ、これも多分池だな。池っぽいな、うん、こっちの方向ね。うん、池だね。池だね。
らく池だ。チャンスが来た、翔太。チャンス。フェアウェイさキープすればできるかな。うん、あの鉄塔のあの幅ぐらいだフェアウェイ。ほんとあれの左は OB で右は池。でも、うん、ま、多分行ったらびっくりするよ。行ってみたら分かる。左 OB、 うん、左 OB、 左 OB で右が池。ナイスショー。まっすぐ飛んだ。うん、全然曲がってない。まっすぐ飛んだ今。全然曲がらない。バンカー越えんのこれ。左、うん、バンカー越えちゃうでしょ。マジ、うん、あ、来た。完璧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 だ。完璧、よし、めっちゃいい。フェアウェイ、激狭なフェアウェイを制した。激狭フェアウェイ。これは文句ないっしょ。これ文句ない。これは文句ない。ないないない。俺のボールはここに。この幅しかありません。この幅。ただ一人この狭い、いやマジ奇跡、セーフエリアに置いてきた。これバーディー取んないとバチ当たる。いやいや、どう？フェード、ね、どう？わかんない。わかんない。124。うまっ。5人な、だって2020年の勘だからな。1ミリも切れない。マジで？いや大混戦になってきたよ。オッケーオッケー。切れないじゃん。うん。なんか切れないってね、ラインが。うん。ナイスパー。パー。ただ一人パー。ここパーうまい。はい。ここパーは耐えた。ここうまいね。ここパーは耐えたね。5、7、10。 あ、 あ、違う、5、6、7、10だ。大混戦、大混戦、大混戦。いや、10まだあるよ。あるあるある、全然。ここ右帯、左帯。はい、いやだもう。なんだろう、アイアンで打ってもいいぐらい。うん、ショータイム的にはダメだけど。え？え？すごい。いや、そんなん言わんて。やばー。ちょっと抑えに行ったら今勝った。大丈夫か今日。大丈夫か。笑いな。
さん頑張って。翔太頑張って。で頑張るわ、うん。ちょっと抑えても何してもいいからまっすぐ行く。抑えても何してもいいからさ。80はやめよ。何してもいいからフェアウェイキープ。オッケー。うん。もうあの、いい。何してもいい。自由にやってもっと T 下げていい。転がしていいから。うん。転がしてもいい。80はダメですね。80はダメよ。もうあのバンカー手前でいいよ。ナイス。完璧完璧。ナイスです。完璧じゃね？完璧。完璧。しゃあ。完璧じゃね？今日一出た。ちょっとタイガーが目覚めた。トラが目覚めた。ボールの色がおかしいな。海じゃない。帰った。帰ってきた。帰ってきたっすよ。帰った。大混戦だわ。転がった俺。転がった。マジで。最初からやってるとよかったな。そうだな。最初からそれでいいんだよ。うま。最初何打とうとしたの？え？最初何やろうとしたの？いや、最初も低めに行こうかと思ったんですよ。うん。狙った。当たるさえいればな。当たるさえいれば。当たるさえいれば。いや、待って、レゾーライトが言ってイーブンだよな。めっちゃ強い。危ねえ。324ヤード。さっきとの距離の差やばい。うまい。うまいっす。頑張ったね。うん。まあ、間違いなく言えることは、T ショットに飛んだ。256。めちゃくちゃうめえ。なんだ今の。いやいやいや、今までの何だったんだよ。うまっ。え？ナイスパーじゃね？ナイスパー。今までの何だったんだよ。さあ、翔太。イーグルなら間違いなく勝てる。風上げてないのかな。フォローか。あ、5番クリーク。うまい。完璧。でかい。ちょっとでかい。最初からそれやれよ。何やってんだよ。うめえじゃん。普通にうまいね、二人とも。うまいね、二人とも。ごめん、取ってなかった。そう、取ってなかった。やべえ。はい、缶のここ。熱すぎて。うまい。ナイスです。ごめん、マジで。ごめん、取り忘れた。ぼーっとしちゃったわ。うん、結果寄ったわ。めっちゃ寄った。カメラないといいな。入りそうだった。カメラねえと俺うめえんだよ。うめえな。入りそうだったよ。はい。これ入ったらドラマだね。これ出たらまだわかんないか。うん。出たらわかんない。ちゃんと読んでいいか。うん、ちゃんと読もう。うまい。うまい。あー、惜しい。2パットで勝利。はい。うん。
うん。2打目何ヤードだった？256とかだったけど、表示が260やったんだよ。俺が45、さあこの一打で勝利を飾れるか。ストレートでいいんじゃない？逆。ウィニングパッド残しとけば。ナイスバーディー。あとの祭りだな。ナインオーバー。そうだね。このホールで虎が目覚めたわ。パー5いいや。パー5いいね。虎が目覚めた。うん。このホールでね。うん、ナイスボギー。ナイスボギー。パート6いろいろあったね。80たまった。うん。うん。おめでとう。ありがとうございました。おめでとうございます。やった、うん。ありがとう。ナイス。ありがとうございます。やったね。うん。すいませんでした。今日の気持ちは。本当申し訳ないです。いやー。申し訳ない。コースがね。そうね。当たるさえいれば。当たるが。当たるさえいればもうちょっと。平均スコア5ぐらい下がった。当たる頼むよ。ああ、今日はきつかったっすね。きつかった。きつかった。やっぱみんな攻め足りないんじゃない？俺5個ぐらいやってた。攻め足りない。攻め足りないんじゃない？いやだいぶ攻めたよ俺ら。あ、そう。うん。本当だじゃない？あ、嘘だけじゃ、1回だけ。あそこが問題だよ。はい、というわけで、ね、優勝は大崎翔太選手。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、最後で逆転したね。ナイスプレーじゃない。最後バーディーで、最後ね。いや、本当に80打ったと思いました。いや、俺80打ったよ。81だったよ。いや、78で、うん、厳しかったっすね今日。そうね、厳しい。なんかもう誰かがドライバーで打てって煽るからさ、誰かがね。そう、誰だよ、うん、本当だよ。やめてほしいよ。誰やめてほしい。やめてほしい、うん、やめてよ。当たるね、当たる本当にやめてほしい。当たる本当にやめてほしい。当たるコーニングかな。こんなホールで、はい、申し訳ないっすよ。本当に申し訳ないっす。まあスロットをいっぱい貢献しますんで、はい、見てください。もうモリピー見れば勝てるんで、はい、勝てるみたいな。もう今日から俺見る。今日から見る。帰り際でしょ。次は帰り見る。次は絶対に負けない。スロットで負けないじゃなくてゴルフに負けないにして。ああそうそうそう。スロットで負けないじゃなくてさ。いやスロットはもうね負けたくないな。もう今日からモリピーがついてる俺に。スロットが1、うん、スロットが1負けるともうさ、うん、悔しくてしょうがない。今回もモリピーを運営しているカデッタ株式会社様、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。前回に続き本当に感謝しかないですね。そうですね、はい、感謝しかないですね。この動画がいいと思ったらグッドボタンとね、チャンネル登録をお願いします。お願いします。お願いします。